はい、自分の時給を自分でつけてみる。そうですね。なんかね、そのビジネスをやりたいって方は結構いるんですけども、ビジネスをやる人ってあまりないんですよね。まあ妙な話ですけども、野球をやりたいって言ってね、なかなかグラウンドに出てこない、そんな感じなのかなと思います。まあでもグラウンドにはね、三流選手はいないんですよ。ビジネスの世界にも、ビジネスをしている人の中には三流はいないんですよね。きちんと身を立っている人ばかりでございます。そういったプロの中に寄せてくださいって言って入っていくとね、まあめった打ちにされるのはそれは仕方がないことだと思いますよね。で、打ちのめされながらやっていくのかなというところです。這い上がっていくのかなってことです。もちろんね、フィールドの外ですでにビジネスセンスを磨いてきた人は最初からルーキー健算みたいな感じでね、どんどん切り込んでいって新しい実績をつけるんでしょうけども、まあそういうことはなかなかいないと。でも少なくともビジネスのフィールドにやってくるんだったら、一歩足を踏み入れるんだったら、ビジネスをしなければなりません。じゃあビジネスをするって何なのかなってことなんですけども、それはね、一つは商品を持つということです。どっかから仕入れてきてもいいですし、自分で作ってもいいと。商品を持つってことですね。次はですね、集客をするってことなんですよ。ね、いろんな方、要するにね、お金って人からしか出ないですから、人が持ってる財布からお金が出るわけなんで、だからね、人脈を作るのが下手な人、集客が下手な人、こういう人たちがね、なかなかね、ビジネス成功しないと思うんですよ。で、3つ目っていうのは商品を売ることですよね。3万円くださいと、5万円くださいと、10万円くださいっていうふうに日々言ってないといけないですよね。価格がいくらですよっていうふうに日々言ってないといけないんですよ。八百屋さん、考えてみてください。今は最近は八百屋さんってないですけども、八百屋さんは、この大根は100円だよとかね、きゅうりは30円だよとかね、日々売り込んでくるわけなんですよ。でも八百屋さんですら毎日売り込んでるんですよね。ですらって言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、言ってみれば商売のプロですよね。じゃあね、八百屋さんが自分の仕入れてきた商品に値段をつけるかのように、ビジネスを目指す人がね、日々自分の商品に、自分の価値に、自分の時間に値段をつけてるかなってことでございます。で、その値段につける、時間につける値段、サービスや商品につける値段ってのは果たして適正かってことも考えなければなりません。ただ自分が収入を上げたいから値段をつけましたっていうことでは、やっぱりバランスがすごく悪くてですね、市場価格ってのがあるんですよね。で、市場価格を知るときに他の方の価格を参考にしたんでは、これはうまくいかないと思います。なぜならその方の打ち出す商品や価値とサービスと時間とあなたのものは違うからなんですよね。まあ、ですので、そういった価格が存在するなと、あ、100万円のものでも売れるんだ、1000万円のものでも売れるんだという思う反面、無料のものでも売れないものがあるんだっていう、そういうふうな、ね、相対価値は必要ですけども、さあ自分のサービスや時間に価格をつけるときっていうのは、まさにね、自分の価値を自分でしっかりと価値判断できないといけないですよね。多くの方は自己評価が高いんですよ。自己評価が高いからリスクヘッジができずに、準備ができずに、学習ができずに大失敗するんですよね。でも自己評価ってのはちょっと低い方がいいんですよね、きっとね。そうならなかったらどうすると。自分は完璧じゃないと、こけるかもしれない、失敗するかもしれない、そういう中で価格をつけていって、そしてその価格が不要だった場合のために他のリスクヘッジも出しておく。それがね、値下げではないと思います。例えばフォローアップをきちんとするとかね、サービスをつけていくとか、他にもいろいろと方法はあると思いますけども、とりあえずはね、過当競争に巻き込まれたらビジネスではないんですよね。価格の値下げ競争です。これに巻き込まれたらビジネスではないんですよ。まあですんでね、街角の低価格の定食、これもビジネスではないと思っています。何なのかというと、これはね、集客なんですよね。人に覚えてもらうために商品を打ち出していく。価格ははっきり言って、ワンコイン500円でも300円でも1000円でも20円でも同じなんですよ。そこでは知らせるという広告効果のためにやってるからなんですよね。そういった意味での低価格設定はあり得るでしょう。無料のもの、要するに無料コンテンツをいっぱい作るのも、価格を0円という設定する集客手段であって、商品やサービス、要するに動画ですよね、これを受け取っていただくためのものですから、毎日毎日無料で商売をしているということになります。無料で物を売る、これがね、ビジネスの第一歩だと思いますので、今ね、この動画を見られている方でビジネスをやると志した方は、やっぱり無料でどんどんコンテンツを打ち出していかないと話にならないんですよ。無料のものの価値が提供できないときに、じゃあどうやってね、1万円のものとか10万円のものを売るんですかって話ですね。我々は10万円前後のものをボンボン売っていくことによって、自分のこう、ね、収入を上げていってビジネスを成立させているわけですから、無料のものに物落ちしてね、動画が作れませんとか、アウトプットができませんとか、ネタがありませんとかって言ってるようでは、なかなかプロのフィールドには降りてこれないんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。